さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。さあ今回の放送ですが、今回はもう間もなく現地時間6月15日今週の土曜日、日本時間では16日の日曜日に行われる IBF 世界スーパーライト級タイトルマッチ、スブリエル・マティアス対リアム・パロ、そして同じ日別の興行にて行われる WBC 世界ライトヘビー級暫定王座決定戦、デビッド・ベナビデス対オレクサンドル・グオジュクの一戦の勝敗予想をしていきたいと思います。前回の動画でタンク・デイビス対フランク・マーティンの試合について話をしましたけど、その興行のセミとして行われるのがベナビデス対グオジュクで、同じ日にやるんだけど別の興行、別の会場でやるのがスブレール・マティアス対リアム・パロですよね。でもこれマジで全試合勝負論があってやばいんですよ。結構リアルに今年で一番えぐい試合が集中している日かもしれません。まずはマティアス対パロの試合からいきたいんですが、これは現 IBF 世界スーパーライト級チャンピオンスブレール・マティアスの母国プエルトリコで行われる一戦。今このスーパーライト級は WBC チャンピオンのデビン・ヘイニーや WBO チャンピオンのティオ・ヒモ・ロペス、そして WBA のチャンピオンにはイサク・クルスなんかもいて、非常に厚い階級として注目をされていますが、それだけ強豪がいる中で実は一番ヤバい選手なんじゃないかと言われているのがこのマティアス。現在の戦績21戦20勝20 KO 1敗、唯一1回だけ負けてはいるんですが、その負けた相手のペトロス・アナニアにはその後の再戦で KO 勝ちを収めリベンジに成功しています。このマティアス、やっぱり特筆すべきは20勝20 KO 勝ちという圧倒的な攻撃力。ゾンビのごとく相手の攻撃を一切気にしないまま、ひたすらガン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 前に出続けてくる。KO 率は高いんですが、決して一発で切って落とす切れ味の高いノックアウトアーティストっていうタイプではない。ただその反面、ひたすら前に出てパンチを出し続けた結果、気がついた時には相手がズタボロになってるという恐怖の男ですよね。世界タイトルを取った時の相手ヘルミアス・ポンセは対戦当時30戦全勝無敗、さらに前戦となる初防衛戦の相手ショージャホン・エルガシェフも対戦当時全勝無敗。このエルガシェフなんてスーパーライト級影の最強キャラ候補とも言われていたくらいの超難敵ですからね。そんな相手を破壊し尽くすわけですから、もう本当にいよいよスター選手であるヘイニーとかティオ・ヒモ・ロペスでさえ食われるんではないかという風潮も出てきています。いわゆる巧みなテクニックに優れた技術的な選手かといえばそうは見えないんですけど、前に出続ける意志の強さとかタフネスさ、根性みたいな精神的な部分が人間離れしていますよね。みんながみんな優等生的に上手くなっている現代ボクシングにおいて、世界トップのレベルにこういう選手がいてくれるっていうのは本当に貴重なことだし、ぜひできるだけ多くの方に見てほしいなと思えるボクサー。そんなチャンピオンマティアスと今回戦うのがオーストラリア人ボクサー、現在はスーパーライト級 IBF ランキング世界5位のリアム・パロ。戦績は24戦24勝15 KO 無敗と、これでマティアスにとっては3戦連続全勝無敗の相手になりますよね。で、このパロは結構長いこと IBF ではなく WBO の最上位ランカーだった選手で、WBO の王座を狙うんではないかと思われていた中、この IBF チャンピオンマティアスがパロと同じマッチルーム参加になってくれたことで今回の試合がスムーズに決まったと。このパロも本当にいい選手で、2019年にはアマチュア時代ヨーロッパ選手権で金メダルを獲得しているファティ・ケレスに勝ってるし、あとはヨマール・アラモ、ブロック・ジャービス、モンタナ・ラブと、ここ最近の対戦相手も本当に強敵揃いで素晴らしいですよね。でこのパロの場合、非常にユニークなタイプのマティアスとは対照的に、とても基本に忠実でバランスに優れたサウスポーのボクサーファイター。オフェンス面もディフェンス面もすごく高いレベルのものを持ってるし、優れたサウスポーボクサーらしく距離感にも優れていて、その上で体の力なんかも実はかなり強いんですよね。決して天才的な運動神経とか怪物じみた圧倒的破壊力があるタイプではないんですが、こういう人間離れした才能には頼らず、
しっかり真面目に練習してきて技術を積み重ねてきたんだろうなと思わせてくれるタイプは個人的に好きなんで、ここはぜひ頑張ってほしい。ただまあ言ってもこのパロのニックネームはザ・プロディジー、日本語では神童とか天才という意味ですから、才能に頼らずとか言ってしまうと失礼かもしれませんね。しかもそれでいて見た目もかっこいいっていう、こんなイケメンで天才なんて呼ばれているのに真面目に努力も積んできて初の世界挑戦でチャンピオンの地元に乗り込むってかっこいいじゃないですか。まあ、マティアスの方は攻撃特化型で得意な部分の能力は化け物じみているんだけど、ボクシングのセオリーで言うと技術的には穴もある選手。逆にパロの方はバランスが良く特段目立った穴もない分、逆にマティアスほどは突出した能力がないタイプ。こういう違ったタイプの選手同士の試合はボクシングファンたちの大好物ですよね。で、ボクシングのオンラインベッティングが楽しめるステークが、この録音現地点で出しているオッズは、チャンピオンマティアスの勝利が 1.14 倍で、挑戦者リアム・パロの勝利が 5.2 倍ですね。まあ、階級最強候補とも言われているマティアスと世界初挑戦のパロなんで、まあ、これは納得のオッズかなと。特にマティアスは、前線でパロと同じサウスポーファイターのエルガシェフを下しているんで、あの印象も含めマティアス有利と言われるのはよくわかる。で、まあ、僕の個人的な勝敗予想としては、チャンピオンスブレールマティアスの8から10ラウンドくらいでの KO 勝利としておこうと思います。まあ、個人的にはパロのことも応援してるんですけど、やっぱりあのマティアスの攻撃力はシャレにならない。直近5試合連続で相手陣営からのギブアップ宣言かドクターストップでの TKO ですからね。文字通りあの圧倒的なオフェンス力で相手の肉体をボロボロに破壊するか、逆にメンタルをもう戦いないと思わせるほどズタボロに打ちのめすか、それを世界トップレベルの相手にやっちゃうわけですから、ちょっとあれは異質なレベルですよ。まあ、パロも前半戦足が元気に動く時間帯はうまく立ち回る場面もあるでしょうが、やっぱり時間が経つにつれてどうしてもマティアスの圧力に飲まれていってしまう予感はする。ただまあパロもどちらかといえば攻撃的な選手で、あの左の威力はマティアスといえどまともにもらったらやばいんで、僕はある意味この週末もしどこかで番狂わせが起きるとしたらこの試合なんじゃないかとも思っています。どうしてもデイビス対マーティンの興行とは時間帯が被ってしまうと思うんですけど、日本からもダゾーンで見られるはずなんで、仮にもしワウワウには入っていないからデイビス対マーティンを見ることはできないけど、ダゾーンなら入っているよという方はぜひこのマティアス対パロを見てみてください。あとフライ級戦線に注目されている方にとっては、同興行のアンダーカードに出るヤンキエル・リベラの試合もお見逃しのないようお願いいたします。まあ、リベラは現在フライ級の WBA ランキング世界3位で、まあ、現在1位がクウイということで、この上には京口博人選手しかいない。で、WBA チャンピオンも日本人ファイターのユーリ・アクイ選手なんで、今後十分日本人選手を絡む可能性がある選手。ただそんなリベラにとってもかなりリスキーな試合なんで、こちらも注目をしておいていただければ幸いです。そしてガーボンダ・デイビス対フランク・マーティンの興行のセミとして行われる WBC 世界ライトヘビー級暫定王座決定戦、デビッド・ベナビデス対オレクサンドル・グボジク。もうこれもマジで楽しみ。そもそもベナビデスの試合っていうだけでワクワクなのに、相手がグボジクってね、これマジで冗談抜きでベナビデスは危ないですよ。このベナビデスは現在28戦28勝 24KO 無敗の戦績を誇る怪物的選手で、 WBC 世界スーパーミドル級の暫定チャンピオンなんですが、今回の試合はそれの一つ上、ライトヘビー級での試合。まあ、キャリアの初期にはライトヘビー級でも試合をしてるんですが、いわゆる世界のトップ戦線で戦うようになってからは初のライトヘビー級ですからね。ベナビデスにとっては非常に大きなテストマッチ。まあ、去年2023年は世界的強豪のケイレブ・プラント、そしてデメトリアス・アンドレードに勝利したことでファイター・オブ・ザ・イヤー候補の一人に選ばれていましたが、まあ、僕らファンが一番望んでいるカネロ・アルバレスとの試合が実現しないためにチャレンジマッチとしてライトヘビー級に上げると。すごいメンタルですよね。まあ、ただ今やカネロにも勝てると言われているくらい現在のボクシング界最強候補の一人であるベナビデスですから、多分世間的にはベナビデスが勝って当然と思われがちな試合。
ただマジでオレクサンドル・グロジクはやばい相手ですよ。まあ、彼は元 WBC 世界ライトヘビー級のチャンピオンだった選手。現在の戦績は21戦20勝 16KO1 敗のウクライナ人ファイターで、それこそ今から5、6年前のチャンピオン時代はライトヘビー級最強の選手とも見られていましたよね。なんといっても怪物アドニス・スティーブンソンに勝った選手ですから。スティーブンソンは当時のライトヘビー級最強だと思われていたチャンピオンで、それに勝ってこのグボジュクが一気に評価を上げたと。でプロ転向前2012年のロンドンオリンピックでは銅メダルを獲得していて、それこそ同郷のウシュクとかロマチェンコと並んでウクライナを代表するアマチュアボクサーだった。ウシュクやロマチェンコと同じくとにかくスキルにあふれた技術的なボクシングが得意で、パンチ強弱の使い分けもうまいし、足もよく動くし、まあ、距離感もよく、カウンタースキルなんかはマジでえげつない。ただ2019年に王座統一戦としてロシアのクマさんこと怪物アルツール・ベテルビエフに KO 負けを喫したことで一度引退をしてるんです。これ負けはしましたけど、試合前はベテルビエフ相手にさえグボジュクの方が有利と見られていましたからね。そのレベルの選手なんですよ。ただまあもちろん引退後復帰するまでに3年以上もの時間が空きましたし、現在は年齢37歳ということで、全盛期に比べると運動量やスピードは若干限りを見せている。とは言ってもね、今のグボジュクでも十分ベナビデスに勝っちゃう絵は想像がつくんですよ。グボジュクの場合、うまさだけではなくパンチ力もやばいんで、それでいてカウンターのタイミングはバケモン級。ずんずん前に出てくる好戦的なベナビデスに対してどっかでやばいカウンターとかを当てちゃう気もするという。ベナビデスってスーパーミドル級の中ではめちゃくちゃでかい選手だったんで、結構これまではその体格を生かして戦うウェイトブリーと言われることも多かったんですよ。ただ今回はライトヘビー級に上げたことでサイズのアドバンテージはないし、もしグボジュクのことを年齢で見て侮ったりしているとマジでやばい。この二人実は今から7年前くらいにスパーリングもしているそうで、その時はベナビデスの方がグボジュクを圧倒していたらしいんですね。ということは年齢的にも今が全盛期のベナビデスと衰えを見せるグボジュクということで、さらに実力差が広がっているんじゃないかとも考えられるんですが、そこに生まれかねないベナビデスの精神的余裕、舐めてかかっちゃうみたいなことがあったりするとどうなるかわからない。でしかもそのスパーリングのことをグボジュク本人が普通に堂々とインタビューで話していて、あの時は自分が圧倒されていたよなんて本人が言ってますからね。普通に考えればそういうことはあまり言いたがらないような気もするんですが、あれをなんか堂々と淡々と言えちゃうみたいなところに逆に今はすごい自信があるんだろうなという感じもするんですよね。若さや勢い、スピードなんかに勝るベナビデスの方が有利とはいえ、このカードも非常に勝負論にあふれた一戦かと思います。でステークのオッズとしてはベナビデスの勝利が 1.14 倍、そしてグボジュクの勝利が 5.2 倍。なんでこれさっきのマティアス対パロ戦のオッズと全く一緒っていうね。これも両者の現時点での世間的な評価を考えれば納得のオッズです。先ほどのマティアス対パロのカードと合わせ、もしこれを機にステークのボクシングベッティングで遊んでみたいと思った方がいれば、動画の概要欄に貼ってある特典クーポンコードを使って50ドル分のファーストベットボーナスをゲットしてみてください。このコードを使うと、もし仮に初めてのベッティングで予想を外してしまったとしても、なんと約7500円分までのベッティングであれば負けた分のお金が丸々キャッシュバックされて戻ってくるんですよ。当然予想を当てれば普通に勝ち分が得られて、仮に外してしまったとしても負けた分の賭け金が戻ってくる。要は7500円までだったらノーリスクでボクシングベッティングが楽しめるんですね。ただまあ1回目のベッティング、初めてのベッティング限定のボーナスなんで、どちらの試合のベッティングにこのボーナスを使うのかは皆さんにお任せします。でこれ 1.7 倍以上のオッズが対象のボーナスなんで、今回 1.14 倍のマティアスとベナビデスは対象外。この辺のボーナス設定の数字はちょっとやらしいですよね。ただ何ラウンド以内に終わるとか、判定で勝つのか KO で勝つのかみたいな細かい予想をしていけばオッズも上がっていくんで、ここはうまいこと考えながらやってみてほしいなと。でボーナスについての詳細は概要欄のリンク先に書いておくんで、
ぜひこのスペシャルボーナスをゲットした上でステークでのボクシングベッティングをお楽しみください。さあということで、このベナビデス対久保塾戦の勝敗予想もシェアしていこうと思いますが、今回の僕の個人的な勝敗予想はデビッド・ベナビデスの12ラウンド勝差から中差での判定勝利としておこうと思います。なんだかんだやっぱりベナビデスが勝つ気はしてるんですけど、だ今回は KO するのはかなり難しい気もしている、まあ、言ってもケイレブ・プラントとも判定まで行ってるし、前線のアンドレードは倒していますけど、アンドレードはスーパーウェルター級上がりの選手で、グボジュクみたいなナチュラルなライトヘビー級相手だとまた話が変わってくる。なんでフェイバリットオッズのベナビデスが勝つとは思いつつ、意外と判定まではもつれ込むんではないかなと予想しておきます。まあ、ベナビデスの判定勝利予想はステークのオッズも 1.7 倍以上のオッズがついてますよ。まあ、展開としてはやっぱり試合が長引けば若さや圧力に勝っているベナビデスの方が主導権を握っていきそうなんで、まあ、中盤戦くらいまではかなりテクニカルなデスマッチ、シーソーゲーム的展開が続いていくも、徐々にベナビデスの攻撃のボリュームに耐えきれなくなってきたグオジュクが下がらされる展開になっていく。でそこからはベナビデスにポイントが流れていくんだけど、やはりこれまでよりは大きい相手だし、グオジュクにはうまさもあるんで、なんだかんだ最後まで粘って KO はさせないんではないかなと予想をしておきます。まあ、ベナビデスはとにかくハンドスピードが異次元級に速いんで、37歳のグオジュクだとそこに反応し続けるのは辛いタスクですよね。なんで試合が進むにつれベナビデスのノーモーションの右ストレートとかがバンバン当たっていくんではないかなと。まあ、もしここでベナビデスがいい勝ち方をしてライトヘビー級でも実力を証明できたら、マジでベテルビエフ対ビボル戦の勝者ともやってほしくなるし、もう一気に未来が広がる。というか本当にカネロとできないからってここでグオジュクを選ぶベナビデスはリスペクトですよ。お互いの知名度とかを考えてもベナビデスにとってはリスクの方が大きいですから、なかなかこういう試合は実現することがないし、これ本当に感謝しながら見たい一戦ですね。しかしながら前回の動画で話したデイビス対マーティン、そして今回話したマティアス対パロ、そしてベナビデス対グボジュク、これら3試合マジで全部勝負論があるんで本当にワクワクする。これ本当動画を盛り上げるための宣伝文句とかではなく、マジで勝負論ありますよ。なのでどの試合も僕は番狂わせが起きておかしくないという心づもりで試合を見ようと思います。まあ、アンダーカードのゲイリー・アントワン・ラッセル対アルベルト・プエリョも、これもどっちが勝つかわからないめちゃくちゃいいカードだし、それに加えてさらにアダメスとかマグサイも出るって考えると本当にすごい興行ですよね。まあ、激しい試合が多くなりそうなんで、最後全部見終わる頃には魂が抜けちゃってる気もしますが、皆さんもしっかりメンタルを整えて観戦に臨んでくださいね。ということで今回の放送はこの辺りで終わりにしていければと思いますが、今回話をしてきた IBF 世界スーパーライト級タイトルマッチ、スブリエル・マティアス対リアム・パロ、そして WBC 世界ライトヘビー級暫定王座決定戦、デビッド・ベナビデス対オレクサンドル・グオジュクの一戦について、皆様それぞれの勝敗予想や展開予想もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければ Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録やいいね、スーパーサンクスもしていただけると幸いです。ステークでボクシングベッティングをする場合、概要欄のクーポンコードを使って50ドル分のファーストベットボーナスをゲットするのもお忘れなく。ではまた次回の放送でお会いしましょう。